はい、格闘オタクニュース、ゾウの雑白です。今回は、ベラトール消失、大晦日、堀口教授、キャリア最大の危機、メイウェザー、パッキャオ参戦もについてです。もう前々から言われていましたが、ベラトールが消失するようです。正確にはベラトール301が11月17日に放送され、それで幕を閉じるとのことでした。いわゆる親会社であるパラマウントグループの方がベラトールを切り、あとボクシングの放送も切ってしまうのです。もう格闘技から女性のファン数を増やす路線に変更するみたいです。で、PFL がベラトールを買収し、まあ、いつ、すべてなくなるのかはわかりませんが、ソフトランニングしていくのかもハードランニングで301地帯で終わらすかはわかりませんが、まあおそらくですが301で終わらすのではないかと思います。まあ買収したら何のために買収するかというと、ベラトールが持ってるファイタープラスそのファイターのファンをお金で買うのが目的です。もちろん昔から USC も WEC を買ったり、プライドを買ったりして、ファンとその選手を獲得していきました。で、勢力を伸ばしていくのです。ですので、まあ、すぐになくなることは可能性が高いのではないでしょうか。そんな中、岐路に立たされているのが、我らの日本の最高傑作、堀口教授選手です。というのも、堀口教授選手は、現在33歳にもなった、もうピークと言えます。一番強さのピークと言えるんですが、今年、正確には1試合も試合してません。春にレイボーグとやる予定がレイボーグの体重超過でなくなり、で夏に新入誠選手とやる予定がもう1ラウンドすぐにアイポークになってしまいなくなりました。本当にもったいないと言えるでしょう。まあで大晦日なんですが、ベラトールの選手なので PFL に買い取られた場合どういう選択肢になるかというと、 PFL っていうのはフェザー級以上しか今確かやってません。ですのでもう堀口選手は契約がなくなるのは確実だとは思います。まあ、PLF はおそらくバンダム級を増やしたいから買収したのもあると思いますので、バンダム、フェザーとやっていくのではないでしょうか。そうなってくると、堀口選手がどうするか、UFC に行くのか、ライジンに行くのか。ただ、本当に惜しかったのは、前戦、新入誠戦に勝って、ベラトール、フライ級、バンダム級、2階級王者として UFC に行けば、まあ、冠もあり、いい待遇で生きたのですが、なんと、あの試合が無効試合になってしまったので、ちょっと厳しいかもしれません。というのも、バンダム級で、ベラトールで2連敗してるからです。ですので、まあ、できたら、ライジンでフライ級王座、タイトル戦を、まあ、大晦日、新入誠選手でやって、で、ライジンフライ級王座になって、一回、タイトル防衛して、そのまま UFC に行ってほしいものです。それでも、待遇はいいとは言えないとかもわかりませんが、USC、おそらくフライ級にもちょっと力入れると思います。というのも、まあ、上海 PI っていうのもでき、アジアにも力入れる予定だったのがコロナ禍になってしまい、まあ、コロナ禍開けたので、ロードトゥ UFC でアジア圏に力入れてます。で、メキシコ PI とはできるみたいです。で、メキシコ人っていうのは、まあ、アレックス・ペレスとかもそうでしたが、水垣さんと戦いましたが、バンダム級の選手で、ブランド・モレノ自体もメキシコの選手でフライ級です。で、そのメキシコも、いわゆる小柄な選手が多いので、上海 PI、メキシコ PI でフライ級に力を入れてくるのであれば、堀口選手もアジア圏の選手をスタートして迎えられるのではないでしょうか。ただこれで今噂になっているのが、年末にメイウェザーとパッキャオが試合をするという噂が入っています。で、一番最悪なのはメイウェザーはメイウェザーで戦い、パッキャオが堀口選手とボクシングマッチとかになってしまったらもう最悪です。堀口選手のキャリアがまあ危機に陥ると言ってもいいでしょう。かなり口説いてるっていう噂ですので、これが堀口選手を口説いてるのが、ボクシングマッチなのか、MMA マッチなのかによって全然キャリアが変わってくると思います。まあ、海外のニュースなので、どこまで信憑性があるかわかりませんが、12月31日にパッキャオとメイウェザーは戦うということなので、できればメイウェザー VS パッキャオで、堀口選手は新入誠こと高橋さんとやってほしいものです。で、メイウェザー VS 朝倉海、堀口 VS パッキャオみたいな最悪のことをやめてほしいものです。あと、意外だったのが、メイウェザー選手は結構ギャラが高いので、もう呼ばないかなと思ったんですが、おそらくもうギャラも低くして、で、スーパーライジン2でメイウェザー選手の需要があったのでしょう。おそらくですが、まあ、高齢のおじさんのボクシング層が勝ったと思います。はい。で、ペーパービューも会場にも来たので、売り上げが良かったので、もう一回メイウェザー呼ぼうかとなったんでしょう。ですから今回年末も同じ層が、今度はメイウェザーパッキャオ、まあ、夢のカードといえば、一昔前です。夢のカードですので、買ってくれると思います。そこにアホみたいに、木村フィリップミノルが、またまた木村ステップミノルとして乗り込み、今度は入り口でデクンを食らって入れないでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今週日曜日、ライブ配信を行います。重大発表もしますので、ご覧ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。